さあ今回は新潟アルビレックス BB 五十嵐選手、柏木選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柏木君はどんなきっかけでバスケを始めていきますか？僕も、はい、僕は北海道出身で、はい、それこそ寒い、ね、うん、地域で雪も多いし、うん、ケイさんと一緒で、まあ、冬は、ね、うん、アウトドアのスポーツができないんで、うん、まあ、その中でやっぱりバスケットは年中通してできるっていうことで、うんうん、まあ、あのいとこの影響でバスケ始めました。いとこの影響、はい、急に出てきたいとこ体育館がまあやっぱりいつでもできるし、はいはい、いとこもやってるしと、あのいとこがやってるんでバスケ始めました。いとこかい関係ないんかい、はい、なるほどね、はい、それで、まあ、小学校、はい、うん、最初、うん、すいません、本当にこう兄弟っていうよりは、うん、もういとこがもうみんな、うん、まあ、結構たくさんいるんですけど、うん、みんなバスケやってたんですよ。へー。でその影響で一緒にこう練習についていってたんですよね、うん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 、ただ、やっぱバスケ部に入るには、うん、当時小学校4年生からじゃないとダメだっていうルールがあって、全部全部そうやったのかな。 俺も4年生から部活始まるんですよ。ですか、うんうん、だからそれまではもちろんスポーツが好きだったんで、うん、だからそれまでは違うスポーツ、うん、まあ、野球だったりとか、うん、サッカー、うん、冬はいろんなことやってたんや。やってましたね、うん、で足も速かったし、うん、短距離も長距離も速かったん で、冬スケートとかやったりとかして、さすが北海道なんで本当に運動だけはずっとやってたんですけど、うん、急遽小学校3年生ぐらいの時に人数が少ないんで、うん、入っていいよっていう話になって、うん、もうそこからは全部やめてバスケに入ったっていう。じゃあ他のスポーツやりながらも最終的にどこかで自分はバスケするんやと思いながら。そうですね、うん、だからまあバスケは当時はね本当にそこまで強く思ってたかしら分かんないですけど、うんうん、でもバスケ部に入っていいよって言われた瞬間に、うんうん、もう全部やめてバスケ部入るっていうふうになったぐらいなんで、あったんよね、どこかなんかバスケ楽しい、早くやりたいっていうのが、はい、あったんでしょうね、はい、いつぐらいからこう頭角を現し始めますか？いやでも、まあ、一応小学校とか、うん、各なんだろう地域の先発とか、うんうん、そういうのには選ばれてて、年に入って、うん、で日本代表とかまでは行ってないんですか？全然、うん、そうですね、日本代表は高校 そのジュニア代表、うん、ジュニアオールスターで、ね、高2から高3に上がる時に、うん、こう日本代表高校生のそこそアンダー、うん、アンダーの18、はい、に選ばれて、それが初めてです、ね、はい、その頃はどんなことを考えながらバスケしてましたか？いやもうやっぱり田舎の地域だったんで、うん、その自分の地域では、うん、まあ、そこそ こうできたんですけど、うん、ちょっとやっぱ全国大会とかに出た時に、うん、やっぱこう引いちゃう自分がいたんですね。人前でプレスの嫌だとか、ちょっとそう昔はこうイメージのねギャップなんですけど、そのイメージ全然ないもん。やっぱり見られて恥ずかしいと、なんか嫌だったんですか。選考会とかもすごい嫌だったし、で初めて全国大会行ったのが中学生の時 の、 ジュニアオールスター、はいはいはい、あの時に初めてこう全国大会行ったんですけど、うんうん、あの時も本当みんなすげえなっていう感じで、ちょっと引いてる自分がいてるんだ。本当自分に自信がなかったっていうのが当時で、高校入る時も、うん、その一応北海道で一番強かった、うん、東海第4、うん、に進むっていうことすら、うん、こう考えれなかったんで、北海道の中でももうちょっとこう下っていうか、うん、自分は下の方だった、目立たへんところに行きたかったんや。そうシャイすぎて、まあ、シャイっていうか自信がなかった。自信がなかった、はい、そんな評価されてるのに、そのやっぱ評価されてるっていうことすら分からなかったんで、だから、まあ、一応高校推薦来て入ったんですけど、うん、同級生はもう札幌とか、うん、あの辺のやっぱすごい選手が集まってたんで、あ、まあ、3年間試合出れなくても、まあ、やり遂げればいいかなっていう感覚でしかなかったですね。へえ、はい、そんなスタンスやったんや。そうへえ、なんかこう高校入学した時に、うん、
その中でもなんか1年生からこうメンバーに入れてもらって、うん、すぐスタメンに出させてもらったんですよ。おすごいな。でもそれも本当に意味わかんなくて、ね、自分の中では先輩当時で怖いし、ミスしたらね自分の責任になるし、試合出たくないよ、ね、そんな感じだったんですよ。そんなタイプな、もともとそうなんですよ。ギャップ、ギャップ、そんなギャップやわ。すごいギャップなんだ、ほんま以外。本当そうなんですよ。あ、そうで、まあ、一応やっぱこう1年生から本当にダメなりに頑張って、うん、でやっぱこう全国大会毎年チームが出て、うん、で試合にも出させてもらったんで、うん、だ経験という意味ではすごくいい経験をさせてもらったんですよね。で、まあ、一応チーム全国大体ベスト8ぐらいまでは行ってて、うん、でさっき言ったように自分が高2のインターハイの時に五十嵐圭先輩が率いる北陸高校に、うん、まあ1回戦で勝っちゃったんですけどね、うんうんうん、ボロ負けでした。ボロ負け、それがあってちょっと自信がついて、そこでじゃないイケメン倒して自信がついて、そういうことを経験していくうちに、うん、なんか欲が出てきたとか、もっと上でやりたいなとか、あの強いところでやりたいという気持ちが出てきて、で高校3年生のインターハイで、うん、そのなんだろう、決勝まで行って準優勝したんですよ、うん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 、でそこでやっぱりなんか、あ、もう上行こうっていうなんか自分の決心がついてて、まあ、そのもちろんその上でやれるっていう自信と悔しさがあったので、うん、本当に上でなんかもっとやりたいなとかやってやろうっていう気持ちが出てきて、面白い。で中央大学に、はい、中央大学選んだ理由は何でなんですか。もちろん五十嵐圭先輩そこじゃないでしょ。でもいてるのは分かってたんでしょ。はい、分かってました。こっちはもうドギマギしてましたよ。柏木入ってくるよみたいな。いや、やべえよ。ああそう、もうポジション取られちゃうよみたいな。いやもうそんな。いや。でやっぱ当時やっぱ中央大学って、うん、佐古さん、鈴木さん、うん、で K さんが入ってとか、うん、でもう一個僕の高校の先輩で、うん、当時東芝に入った山中さんっていう選手がいたんですよ。やっぱガードはすごいやっぱ育つし、すごい選手が生まれるっていう。でうちの高校の先生も中大に行けっていう、本当は中大大学に行けって言われてたんですけど、うんうん、そこはちょっと固くなり僕もそこだけはなった時に、じゃあ中央に行けと、まあ、理由は今言ったようにガードがやっぱり育つからっていうあれで、なるほど、で行きました。大学時代はもうじゃあ一緒にプレーして、はい、結構仲良かったんですか、それともちょっとこうライバル関係で。ポジションは全く当時から一緒、一応一緒だったんですけど、うん、ただ1番やって僕が2番ポジションやった、うんうん、まあ、2ガードですよね、うんうん、あ、なるほど、そういう、うん、そんな感じで学生時代からやってました。あ、じゃあもう大学の時から2ガードで今と同じことやってたよ。いや、そうですなるほど、その頃のがだんだんつながっていったって感じ。そうですね、どこ行っても、うん、まあ、その大学生の頃も、うん、まあ、しずけが入ってきて僕が2年で試合出始めた時に、うんうんうん、もう交代で必ず2ガードで出てみたいな、うん、でこう好き勝手やってみたいな、うん、ガチャガチャ荒らしてで、その先に日立に今度僕が先に入って、うん、その後新塚が来た時も2ガードでやって、うん、あ、最初日立で一緒？そうそうそう、あ、そうなんや、あ、ほんま、あ、俺今の新潟で初めてプロ一緒なかったの。あ、そうなんや。日立で2年ですね、一緒にやって、はい、でその頃も本当ずっと同じような感じでやって、うん、でそこで三菱と IC に分かれていくの。僕が最初 IC 行って、うん、ケイさんずっと日立に行ったんですけど、うんうん、でその後僕一回トヨタに行って、あ、トヨタがあるのか、うん、でその後三菱です、ね、あ、なるほど、三菱からだから見てるんで、その前を進ませて、でどんな関係性やったんですか、この仲良かった方なのか。怖い先輩ですよ。もうほぼ、まあ、ほぼというか大学の頃も4人部屋だったんですよ。で4年生、3年生、2年生、1年生、マジですごいな、その環境、部屋だったんで、うん、で一緒の部屋、もう3年間だから、もう入った時に同じ部屋でどうしようと思いましたよ。学生生活終わったなと思いました。むしろ楽しんでました。3年間一緒で、でも、まあ、ご飯食べ行くのもそうだし、うん、出かけるのもそうだし、まあ、ほぼ一緒にいました。そうですね、まあ、遊び行くのも行くぞみたいな、一緒で、でその日立に入った時も当時まだ、うん、プロではなかったんで、社員選手としてお互い入ってるんで、その寮みたいのに入ってるんで、そこでも一緒でしたし、マジで何個か寮があるんですよ、3個ぐらい、で選手分かれるんですよ、
ただなんか同じ寮にいて、うん、3人だけ同じ寮にいたんですよ。そうそう、もう一人先輩がいて、じゃあ日立を選んだのも五十嵐君いるからっていうのは。いやもう大先輩尊敬しますからそこに行くしかないこの言い方完全に尊敬しないですからそれ以外理由はありますか、はい、何個かオファーって選んだ人でしょ。そうですね、あ、じゃあほんまにもうすごい腐れんやもう。そうですね、ほんで、まあ、お互い別々のチームでずっとやるでしょ、はい、またこれ新潟で会うと思ってたの。これは何かあるの、2人でないっすよ、ね、お前うち来いよとかなかったですけど、うん、そのもともとその慎介が、うん、そのまあ、今でいう三河当時の愛心にこう移籍をして、うん、まあ愛知にいるって言った中で、うん、僕が日立からトヨタに行って、うん、で三菱行くって言って、うん、あ、じゃあ久々に自分も愛知行くじゃないです か、うん、だから久々にじゃあ一緒になるねって言って、うんうんうん、そこからは毎週のように会ってましたね。仲ええなご飯食べ行ってね。あ、そう、飯食って、で基本オフはもう毎年やってたんですよ。でも圭さんの実家にもう毎年行ってたりとか、だから今こそね長岡っていうなんか、うん、わかりますけど、当時分からずにこの辺とかいましたもんね、うん、そうそう、ケイさん実家にしてたので。じゃあ今でも家族ぐるみの付き合い。そうです、ね、お互い結婚して、はい、じゃ家族同士で何かあったりするの、はい、もうご飯行ったりとか、試合終わりは、はい、あと宇沢も、うんうんうん、三菱からやもんね。そうですね、うん、なんでまあ年もね、新助と宇沢僕の一個下ですし、うん、まあ、年も近いんで、うん、もう家族ぐるみであったりとか、やっぱ先輩絶対なんで飯行くぞって言われたらはいって言うしかないんで、はい、どんなキャラになっちゃったの顔だけ出たら完全貸し上げるのが怖いけどよく言われますよくあ、そうなんだ。って初めてねご飯行く時も柏木君だから一緒に来てくれたもんね、はいはい、めっちゃ嬉しかったもん五十嵐君と行けるのも嬉しいけど、柏木ややめてくださいよいやほんまほんまおかしいじゃないですか。めちゃくちゃ嬉しかったよ。その一番日本代表の試合見てたからあの当時が興奮した。いや嬉しいですね、はい、まあ、それで、うん、まあ、お互い、まあ、B リーグが始まって、まあ、うん、B リーグ始まるタイミングで僕は新潟に来て、うん、でまあ、その頃からもオフになれば一緒にご飯食べ行ったりもしてたんで、うんうん、まあ、そんな話をしてる中で、まあ、三河から名古屋に行ってっていう話で、うん、まあ、その時もいろいろ試合で来た時とかいろんな話もしてて、うんうん、まあ、僕自身はね、慎介がこう新潟に来てくれればななんてずっと思ってましたけど、うんうん、勝手に思ってた、はい、で、まあ、そんな話をしている中で最終的にね、慎介も選んでくれてっていうところで、まあ、久々に、ね、一緒にプレーできてっていうのはすごい良かったですけどね、うんうんうん、ちょっとこの愛心から名古屋で、まあ、名古屋の中で移動して、うん、新潟という他府県に移動するのはちょっとやっぱ勇気いる選択やったんですか、その当時。いや、あんまりその移籍に対しては、うん、そこまでなんか難しく考えてなくて、うん、ただ本当にこう自分が求めているものだったりとか、うん、こうチームが自分を必要としてくれてる、うん、まあ、そのなんだろう、どういうところで必要としてくれるかとか、うん、そういうの全てを踏まえて決めてたんで、うん、だからそのどこに行こうが、うん、まあ、特に場所に関しては難しくなかったですね、うんうん、その時も何個選択肢ある中で新潟を選んだんですか。そうですね、だから正直三河を出る時に、うん、まあ、そのどっか行きたいチームっていうのは決めてなかったんですよ、うん、特に、うんうんうん、本当に三河じゃもう移籍しようかなと思って出た時に、まあ、その何チームかオファーいただいて、うん、その中名古屋選んだんですけど、うん、その時も新潟からもオファーいただいた、うん、でその時はその時にも一緒に五十嵐よぎってんねや。圭さんからも直接連絡2年越しです2年越しその時ちょっとあのやっぱ怖かったんで、ケイさんの連絡があんまりこう取んないようにしてるけど、はい、怖いキャラで信じてる人もおるやろ。で、まあ、名古屋1年で、まあ、そのやっぱ移籍するときにもう、うん、もちろん名古屋で、ね、うん、長くやるんだったら長くやろう、うん、もし自分に合わなかったら、うん、また違うチーム行こうかなって、うん、まあ、そういう感覚でいたんで、うん、そんなじゃあ自分でこう縛りつけて考えてるわけじゃなくて、ね、割とフランクに、はい、そうですね、うん、で名古屋終わった時にこうもちろん名古屋からもオファーもありましたし、うん、またこの新潟からも、ね、オファーいただいて、うんうんうん、その時やっぱりKさんからも、うん、まだみたいな、うん、あって2年待ってるよって、はい、なって、いやもうこれ行かないと俺やられんな、はい、そこで懐かしの体罰をあの頃のように
まあでも本当にその2年連続で、ね、こうオファーくれて、うん、やっぱその熱意っていうか、やっぱイメージしやすかったんですよね。自分がじゃあそういった時に、まあ、Kさんからやっぱいろんな話を聞いたんで、あ、じゃあ行ったらこういうプレーとかいろんなこういうことで貢献できるんだろうなっていうイメージがしやすくて、まあ、もんちゃん新潟にお世話になりますっていう、はい、やっぱりやりやすい2人一緒に。そうですね、いやもう何も言わなくてもね、うん、はい、なんか久しぶりに去年新助が加入してくれてやった時は、うん、あ懐かしいなと思いながら、まあ、それがもうだんだんこうシーズン重ねていくにつれてどんどんそのコンビネーション、お互いのコンビネーションも良くなっていったし、まあ、その元々、ね、あこうしてくればこうやってくれるなっていう感じだったんで、もう分かってるもんね、楽ですよね。だからそりゃそうやね、うん、頼もしいね、ありがとうございます。じゃあですね、はい、最後に今年、まあ、応援してくれた皆さんにですね、はい、一言メッセージをいただいてもよろしいでしょうか。はい、いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます。今シーズンは、厳しい戦いが続いていますが、残りの試合も、チーム一丸となって頑張っていきたいと思いますので、引き続きご声援の方よろしくお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。はい、シーズンも終盤に差し掛かってきて、チームの状況としては、なかなか思うような結果がついてこないんですけども、うん、ただまだまだチャンスはありますので、チャンスがある限り、皆さんと共に、頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。というわけで、新潟アルビックス BB、五十嵐選手、柏木選手にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。